皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスでございます。白血病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、足のしびれがねひどくなってきたんですよ。まあ、ここ最近ねお話ししていたその帯状疱疹がね原因かもしれませんけどもね、もうその帯状疱疹の帯状疱疹後神経痛なのかもしれません。というのもですね、その僕はね、その先月の、ね、末にですね、その5月30日頃か、それぐらいからですね、その帯状疱疹という病気になってしまってしまいまして、でそれで起こるその症状がね、体に出始めたわけなんですよ。でね、そのね、帯状疱疹っていうのはですね、その水疱瘡とね、同じウイルスによってね、起こるんですけども、そのウイルスというのはですね、その誰もがみんな持っている、体の中にね、持ってるウイルスなんですよ。皆さんもね、持ってますよ、ちゃんとね。ちゃんとって言い方ないなんて感じなんですけど、ちゃんとね、ウイルスを、ね、持ってるんですよ。そのウイルスがね、活発化してきて、神経をね、こう、チク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 ってこう刺激してですね、痛みが発したりとか、で、その神経から皮膚表面にまでウイルスがねこうブルブルと上がってきてですね、その赤い発疹がね点々点々で出てきたりとか、水ぶくれになって姿を現すんですよ。でそのウイルスが活発化する原因としてはですね、まあ、疲れが溜まっていたりとか、免疫力が低下していたりとかね、病気やね飲んでる薬の関係でね起こってしまうんです。その今ね説明した、今お話ししたことっていうのは、まあ、普通の人に起こる帯状疱疹の出方なんですけども、まあ、僕の場合というのはですね、その白血病になってで、その治療のためにですね、骨髄移植をしてね、免疫抑制剤を飲んでいるのがね、原因でね、帯状疱疹がね、発症してしまいました。この白血病になってね、治療のためにね、骨髄移植をした患者さんっていうのはですね、骨髄移植をしてから2年経つ頃合いで、その帯状疱疹がね、発症するケースがね、あるんですよ。ほんでね、今の僕っていうのはちょうどその頃合いなのでね、そのケースに入ってしまったわけですよ。そしてその上ね、免疫抑制剤というのも飲んでいますのでね、まあ、通常よりもその免疫力が低くなってますので、それも原因と思われますので、まあ、その2つが重なったことが原因でね、帯状疱疹になってしまったんだとね、思います。そしてその症状というのはですね、体のね、神経節というね、神経が通っているところに起こるんです。でね、その帯状疱疹ウイルスというのはですね、人間の神経節のどこかに潜んでいるので、発症するまでね、症状がね、もうどこに出てくるかね、わからないんですよ。しかもね、右側か左側かがね、どちらだかだけになるようです。なるときっていうのはね。そしてまあ、これには個人差があるんですけども、そのなる人っていうのは、何回もなる人もいてるみたいなんです。でそのなるところも同じところから出るか違うところに出るかっていうのは分からないみたいなんです、まあ、水疱瘡のようにね一回やったら終わりじゃないみたいなんですとは、まあ、僕の場合はですね、その最初にお話した通りなんですけどね、足がしびれてるって言ったじゃないですか。だからね、足に出てきたんですよ。左足です。まあ、今現時点ではですね、その左足のねお尻からですね、まあ、腰ぐらいかな、腰下ぐらいからかな、そこからねつま先にかけてね、足の指を含めてね、外側が全体がね麻痺してるんですけども、で最初はね左足のくるぶしからね痛みが出始めてきましてですね、でその痛みがね効かぬままですね左足にまで上がってきて、で左足からその痛いまま股関節まで来てですね、で腰に来てという感じでね、こう上に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 上がってきたわけなんですよ。でその時はまだね耐えれる痛みやったんですけどもね、まあ、それがね激痛に変わってきてね、ほんまに歩かれへん状態になったんですわ。まあね、今までねここまで痛みが出ることはまあなかったんですけども、まあそのうち収まるやろうと思ったらね、一向に収まらずにですね、でも耐え忍んでたんですよ。まあ、そのうち収まるってね信じてたんですけどもね、まあ、でもね、そんな風にね、信じてね、待ってたらね、まあ、今度はね、赤い発疹とね、水ぶくれが出てきたのでね、これはさすがにおかしいなぁと思って、もう異常事態やと、緊急事態やと思って、さすがに病院に電話しました。ほんでね、そのね、症状を言ってね、その骨髄移植後の頃合いでね、その帯状疱疹かもしれませんとね、伝えたらですね、まあその可能性はありますので、もう早く病院に来てくださいってね、言われました。でね、その歩かれへん足を引きずりながらね、病院まで行ってね、その足の状態を見せて、水ぶくれの汁をね、検査にかけてもらったらですね、案の定ね、帯状疱疹のね、診断されました。
まあ、そしてその診断されてからですね、まあ2週間かくらい経ったんですけども、もうねその激しい痛みっていうのはね収まってきています。まあ、しかしねそのしびれというのはね収まってきてなくてね、まあ、むしろねそのしびれがね強くなってきてるんですよ。で今そんな状態でして、まあねその昨日の夜にね家でねその普通に椅子に座ったんですよね。その座った椅子から立ち上がろうとして立ち上がった時にねこうくるってこう切り返して歩き出そうとした時にですね、その左足が上がらなくて、足首がこう動かなくてですね、もう地面にこのつま先が引っかかって降りってなって、そのままバターンってね攻撃しまったんですよ、ね、左足全体に、ね、力が入ってなくてもうほんまに痺れててね、まあ、特にその先ほど見ましたよね、足首にね力が入らなくてほんまプランプランプランっていう状態だったんですよ。だから踏み込むというかこう踏ん張りがね効かなくなってしまってました。まあでもしばらくするとねその痺れっていうのはね少しだけ落ち着いてきたので、足首もね他の左足の箇所もね膝もね力を入れるようになったのでね、まあ一時的な症状というかね、まあ長い時間座ったらなってしまうその症状なのかなとね思ってるんですけどね、まあ今でもねその左足の痺れはね結構続いております。まあその焦げてしまった時の痺れ方よりは全然マシなんですけども、まあ痺れてるは痺れてるんですよ。まあね、しびれに関してはですね、その、これまでに経験しているしびれはですね、まあこんなに力が入らないような症状じゃなくてね、こう触ると感覚が鈍いというか、その、触れられてる感覚がないまではいかんですけども、そのなんか薄いっていうその感覚になってるしびれはあったんですよ。そんな感覚のしびれがね、まあ、ずっと続いてたんですけども、結構全身で出た時もあったんですけども、もうそれを上回るしびれがね、こうやってきたんですわ。もうほんまにびっくりしましたね。立ち上がってこう振り向いてね歩こうとしたらねこうこけるっていう、そのまあそんなんかそう簡単にできないでしょそんなこと。まあ普通にね椅子に座って立ち上がってパッて歩こうと思ってもねそうそうできないことなんでね、まあ今でもねちょっとね大ひいでね痛いんですわ足首がね。ちょっとだけなんですけどね。まあせやからねその焦げたのとの痛みともあってですね結構ねショックやったんですね。まあ心変えられてしまってね、まだそのショックからね立ち直ってません。もうねテンションがね上がらずね下がりっぱなしなんでございます。まあでもこんだけね喋れてたらねもう大丈夫だろうとね、まあ皆さんはね思ってるかもしれませんけどもね、まあまあ傷ついてるんですよ。この後もね今こうやって喋ってるじゃないですか。だからねその今この、まあ、撮影が終わって立ち上がって歩き出す時がね、まあ、ちょっとね怖いんです。あのねその長時間正座したら足しびれるやつあるでしょ。まああれと似たような感覚なんですわ。あの現象が、まあ、普通の椅子に座ってるだけで起こってしまうんですわ。もうね大変です。まあ、これがねこの帯状疱疹後神経痛なのかもしれませんけども、まあ、その帯状疱疹後神経痛というのはですねその水ぶくれや、ね、発疹がね綺麗に治ってからなるんですけども、まあ、なる人もその帯状疱疹になったね 10% くらいの人がなるというねすごくね低い確率なんですよ。だからね帯状疱疹になった人らのね 90% の人らはねあのならへんらしいんですけどね。まあしかもねその水ぶくれや発疹がね治るのはねその発症してから1ヶ月過ぎたぐらいか、それぐらいの頃合いなんですけども、まあ僕はねまだ3週目に入ったところなんですけどね。だから帯状疱疹後神経痛やその後遺症はねまだまだね先の話なんです。まあその帯状疱疹はね、まあ、しばらくはね痛みと痒みとがね続くのがねあるあるのようなのでね、まあねしばらくねこのしびれとね痛みとねお付き合いをして、しっかりとね薬を飲みながらね次の病院までね過ごしていきます。まあ今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。でそしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。